今日はですね、4話の白鳥を近藤さん風にですね、解釈をして、ちょっと自由な感じで、白鳥がうようよみたいな感じで、少し違う風な踊り方で皆さんと楽しんでみたいと思います。ぜひ、緩やかな気持ちで楽しんでいただければと思います。まずは最初、小さな白鳥を作ってください。そうです、小さくても指先で優雅、そしてそこから少しずつ大きくして、手首のあたりでクロスしながら白鳥です。そしてこうですね、右へ左へその白鳥を動かしてください。さあ今度は前へ、いいですね、戻すときにヒュッとした気持ちで、上にも大きく伸ばしてヒュッと戻す。さあ今度は横に足を使って、手の先は少しばかり白鳥を残して、そうです、今度は大きく描いて軽く飛ぶ。さあ今度はキョンシー白鳥、いいですね。さあそして少し可愛い感じで、少し広げた羽の感じ、そこから大きく広げて、大きく広げて、少し腰と白鳥、右に左に、さあ今度は少し前に出てキュッと下がる。そして上の方で優雅な雰囲気の白鳥、そして最後ちょっとまとめます。タン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 、横に行ってまた戻ってきます。そして刺すように、そうです、そしてまたリズムを使って最後足って決め、ありがとうございました。